Hi, welcome to our Easy Microbead Classroom. Good morning. I am owner, Ochan Sensei. Call me Ochan Sensei. 英語はここまででお願いします。おはようございます。とこのチャンネルではこの小型のマイクロビットですね、これの紹介をしています。で、前回までで、カウンターですね。後ろにリセットボタンがあるんですけども、リセットボタン、これを押すと、まあ、最初ハートマークが出てっていうのも、私のプログラム最初ハートマーク出すんですけど、まあ0が出て、と A ボタンですかね。こちらが A ボタン。押すとカウントアップしていきますよと。で、B ボタンを押すとカウントダウンしますよと。で、両方押すとリセットしますと。これ前回までの3回カウンターというテーマで、まあ、変数を覚えてほしいということでやってきました。で、このカウンターですね、これでまあ、一つの変数を使ったっていう勉強ですね、これができると思って作ったんですが、とこのカウンターいくつか不具合があります。不具合っていうと言い過ぎかもしれませんが、こうどんどんカウントアップしていって、10になると2桁になって、こんな風になって見にくくなります。まあ、これ頑張って100回押すと3桁になってなるんですけど、今11、12、13、14、10、14、あれ？え？って言って映らなくなっちゃいます。で、まあカウントダウンすると、まあもちろん出てくるんですけど、13、12、11出るかな？ 11 出て、で、11かどうかわからなくなっちゃいます。これがまず一つ目の不具合と、あとリセットします。まあ、増やしていく分にはいいんですが、小学校の授業中にこれ減らしていって、まあ、0の次なんだろうって言って、マイナス1。まあ、気温とかでね、マイナス1度とかマイナス5度とかで、今日の北海道の天気は氷点下とかいうふうに、まあ、マイナスって言わず氷点下っていうような言い方もしたりしますが、マイナス5度とかで、まあ、小学生もマイナス知ってると思いますけど、マイナス2とか習うのは一応中学校になってからですね。で、もちろん、マイナスの記号がつくので、さっきと同じように表示されなくなっちゃいます。なので、このカウンターを応用するということで、もう少し変数の勉強をですね、if 文っていうのを出してですね、とにかく小学校の習わないマイナスが出ないように、0の時に押しても0のままっていうふうにしたいなと思います。そうすると、こうマイナスになって見えなくなるっていう問題はなくなると思います。ちゃんといつもカウンターとして数字が出てると。で、それからカウントアップしていって、10を超えてもちゃんと2桁出るっていうのをやってみようと思います。このちゃんと2桁出るっていうのは本当に応用問題で、とこれはちょっと特殊なテクニックというか、今まで、今日がこれが49回かな、48回かな、まあ、まだ50回いかないんですけど、その中でも説明したことのない初めての引き出しですね。高度な引き出しのさらに拡張の引き出しというのを開いてですね、新しい機能をこのマイクロビットで使えるようにして、ここに2桁の数字、ちょっと変な数字ですけど出すようにしたいと思います。じゃあ早速始めていきたいと思います。で、この前にやったサイコロってやつですね。サイコロあったかな、サイコロ振るとガチャガチャっとなって4、ガチャガチャってなって2。このサイコロの時から使ってるマイクロビットのホームページの新しい機能、マイクロビットのホームページ行ってもらうとこんなページに変わっててですね、新しい機能としてこのクラスルームっていうのが追加されました。これ今年の3月からです。と2020年の3月です。で、これにアクセスして、この教室っていう機能を使いながら説明してます。で、今回もその前回やったサイコロの続きということで、サイコロの授業終わった後に保存したデータですね。これがあります。これをダブルクリックして再開するというところから説明したいと思います。
そろそろまあ50回近づいて、でついつい長くなるので、ここのところ2回はなんか短くしてこんな声になったような再生モードで、声を出したりして短くしてるんですが、まあ本当に50回ぐらいになるとちゃんとしたホームページ作ってどこがどこにあるっていうのをそろそろ本気でやらないといけないなと思ってます。でまあその時にもこのデータを置いておくとですね、プログラムも全部保存されるのでなかなかいいなと思ってます。でセッションを再開するということでクリックしてもらうと前回やった前回作った教材の続きをできます。でもちろん中止した中止というか中断したね、途中で終わっている授業を再開するというようなこともできます。で前回作ったプログラム、ちょうどさっき見せたこの中に入ってたプログラムですね、この中に入ってたプログラムがこれです。最初ハートマークを出す、でそれからカウンターという変数を作る、で A ボタンが押されたら1つだけ増やす、 B ボタンを押すと1引く、でそれから AB ボタン同時に押すと0にするっていうのを付け加えました。で今日はまず2桁やってみましょうか。2桁を出すっていうのが結構これで100までここの表示止まらなくなるので、1番目の問題だったと2桁の数字を出すっていう機能を使ってみようと思います。でこれどのようにするかっていうとですね、これあるキーワード入れないといけないんですが、実はこのマイクロビット2桁で検索するとこういうホームページが見つかります。やってみましょうか。とマイクロビットと半角で打ってもらって、マイクロビットって打ってもらって、あと大文字でも出てきます、私調べたから。う、た、け、た、と入れて検索してもらうと、これ Google の検索エンジンなんでこれが一番上かもしれませんが、まあ他のエンジンでもちゃんと出てくると思います。このキータっていうのは、まあ私がホームページ作ってるのもこのキータ上で作ってるんですけど、マイクロビットで2桁の数字をスクロールなしで表示するっていうのが出てくるので、これクリックしてもらうとここに説明書きがあって、必要なキーワードはこれです。ワルシーサンスフォットフォントか、このキーワードでね、後でブロックを追加するっていう作業をやります。まあ、ここにやり方が書いてあって、パッケージを追加するっていうのと、すると、こういうブロックで出てきますよと。なんか見慣れない形してますね。これ、さらに前のバージョンのブロックはこんな絵の形だったらしいです。私、この形知りません。今の形になってからです。で、まあ、36って出すと、これ5個かける5個の LED があるので、真ん中を表示しなくて、この2列だけでそれぞれ数字を作る。だからちょっと変な数字って言ったのはこういう意味です。これが6です。4なんかもっと変です。まあ、それを後で表示して見てみればいいと思います。とにかく必要なのは、この WHALEYSANS フォントっていうこの文字列を打ち込むか、まあ、コピーして、使うことになります。でどこでやるかっていうと、再開したページ、このページですね、このページのこの高度なブロック、これ一度ゲームのブロックでここを使ったことがあるんですけど、ここのスプライトとかいうのを一度チュートリアルか、実践チュートリアルやった時にここ使ったぐらいで、高度なブロックほとんど説明してないんですが、これのさらに一番下、拡張機能ですね。この引き出しにないブロックを追加するっていう機能がマイクロビットにはあります。これがすごいんですね。この辺のやつですね。いろんなこういうキット買ったらですね、このキット買ったよって言うと、これクリックすると、このロボットを使うのに必要なブロックが自動的に出てきます。でそういうことができるので、この中に出てこないさらにブロックは、ここにそのキーワードを入れます。さっきの W から始まるサンスフォントって。で、それを検索すると、そのブロックを公開している人のデータにアクセスすることができて、
まあ、説明を見たいときはここを押せばいいんですが、それを使いたいときはもうここをクリックしてください。まあこんな風になって、何が変わったかっていうと、こういう引き出しが追加されます。これ一つ一つはどうもドロワーって言って、引き出しって呼ぶみたいです。ベーシックドロワーとかいうことで、英語ではそんな風になってて、このブロックを追加すると、これ残念ながらこの中は日本語になってません。 Show a false number って書いてあるのかな。なんでちょっとこの発音ちょっとわからないんですが、とこれを取ってきて何と変えるかっていうと、この数字を表示、これが一桁しか表示できないんですよね。これをこれに差し替えてあげます。入れ替える。で、何個かありますよね。何個かあるので、それを全部、これ邪魔くさいなって思う人は、これプログラムなんか一つにまとめる方法もありますが、まあ、私はまあ初心者というかというのを想定しているので、あんまりこう難しいことせず、まあ、手間はかかるけどちゃんと分かりやすい方法ということで、こういうふうにさせてもらってます。で、これ右クリックすると複製するっていうのが選べるので、これを使ってやってます。こうするとですね、これで2桁表示に拡張されてます。こんな風になります、画面の表示が。今どこが実行されてるかっていうのは、これで再起動ってしてやると、最初だけっていうので、ここからハートマークが出て 0.5 秒待って、今こんな数字が出てます。これ数字なのかと思う人あるかもしれませんが、これ何が表示されてるかっていうと、カウンターを0にして、このカウンターをこの追加したこのファルシーサンスフォントっていう表示方法で00として表示してます。これが0なんです。このなんかベタ塗りになってますけど。で、これでいきましょう。これで1足したらこれで01、今ちょっとずつ1ずつ足されてますね。02は分かりますね。3、ちょっとスローモーション切りましょう。1、2、3、これが4です。4が変だって言ったのはこれです。これここまっすぐすると分からなくなって、ここ実はまっすぐしたやつは9なんですけど、5は綺麗ですね。6もなんか潰れてるけど、これが6です。で、7は分かりますね。8は0と区別するためにここがちぎれてます。だ、このボツボツ4つ、まあ点々がちょうど8個あるから8っていう見方もできるかもしれませんが、これが8です。で、これが9はここが出てますね。で、10っていう風になります。で、これずっと押していくと20、30、40、50、60と、これで少しは遊べるし、これで気づいたんですけど、これであの九九ですね、九九81までできるので、ちょっと工夫すると、掛け算、九九を勉強する機会みたいな、九九勉強用マイクロビットみたいなプログラムを組めるかもしれません。やってもいいかなと思ってますが、ちょっと難しくなりそうですけど、まあそういうこともできます。で、もちろん減らすこともできて、 AB ボタンします。これマイナスってどうなんですかね。一回下げると、お、あとこの機能マイナスが表示できないんですね。1引いたらマイナスになってるはずなんですが、マイナスになりません。どうなってるんですかね。その代わりか、これプラスをしても1になかなかなってくれないんだと思います。このマイナスっていうのは表示してないだけで、実際にはマイナス5、マイナス6ってなっていってるんだと思います。だから A ボタンを押してもすぐ1にならない、ね、これもなんかおかしいですよね。こういうのをプログラムの世界ではバグって言って、なんかちゃんと動いてないよと、エラーではないんだけど、なんかちゃんと動いてないのをバグとかいうふうに言います。でも、まず今日はここまで、15分、そろそろ15分になりそうです。ここまでで、この拡張機能っていうのは初めてやりました。この拡張機能を使って2桁を表示するっていうのをやります。で、最後ちょっと書き込んでみましょうか。このモードで書き込むときは、ここでペアデバイスでデバイスを
まずちゃんと USB でのケーブルでこう繋がないといけません、マイクロビットからね。で、これで、接続して、選んで接続して、これが出たら試してみてくださいって出たらダウンロード。すると後ろがチカチカっとして、ここの表示が変わります。で、A ボタンを押すと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10になりましたね、11、12、13、14。っていうふうになります。だんだん朝日が差してきました。今日はまだ8時になってないですけど。で、マイナスは出なくなりましたが、押すといっぱいマイナス、実際はマイナスになっているので、押しすぎると行き過ぎてて、なかなか1に戻ってくれません。1、やっと戻ってきました。まあ、リセットボタンはそのまま機能するっていう形になってます。ね、なってます。ということで、このクラスルームでもちゃんと、授業がっていうか、書き込みができます。ただ、このシミュレーター非常によくできているので、マイクロビットなくても、マイクロビットは、まあ、先生1個とかね、あるいは5人、テーブル、4人のテーブルに1つとかいう形でもいいかもしれません。そういう形で、1人1つシミュレーターで動かして、実際に書き込むのは先生のだけとか、グループの中の1つだけっていう形で、まあ、授業をやることもできると思います。で、この状態で、プログラムが書き込めると。で、実際には、このクラスルームの機能であれば、ここを押して、これを教材として提示したりとか、あるいはこのダッシュボードっていうところに行って、この授業を、このパスワード入れて一緒にやったりとかいうのは、1回、2回、3回ですね、サイコロの1、2、3あたりを見てもらうと、割と丁寧にこの辺の機能を使いながらやりました。特に3回目は、プログラムメインというよりかどっちかというとクラスルームの機能メインになっているので、サイコロの3回目見てもらうとこの辺の使い方はわかるかと思います。で、今日は先生の画面使ってこのプログラムを作りました。で、このプログラムができたら終わるとき保存するのはここからダウンロードして保存しておいてもらうと、先生が作った教材を保存するという形で終われます。で、これで、名前をつけて終わりましょう。カウンター、2桁。っていう形で保存しておいたので、これで、まあ、一旦授業が終了と。このセッションを終わらせて終了で、次はさっき保存したこのプログラムを開けば再開できるというふうになります。で、まあ今日が応用の1回目、ね、カウンターで言うと4回目になりますが、と、1つ目の不具合はこれで治りました。1つ目の不具合は10以上が表示できなかったのが、これで10以上が表示できます。で、マイナスにはならなくなったんですが、なんかおかしいです。ね。これを少し、直すことを第4回でやってもいいかなと思ってます。もう一回ね。と、この不具合を直す。どういうことかっていうと、まあヒントだけ言っとくと、まあ0以下でもう一回引いたときに、マイナスになったときはちゃんと0に戻しておきましょうっていう、if 文ですね。前のサイコロの中でやった条件分岐というのを使って、0より小さくなった時は0にしましょうっていう条件判断って言いますか、条件分岐を入れてですね、カウンターの値が0より小さくならないようにするという工夫を入れれば、ここ0の時いくら押してもすぐここ1回押すとカウントアップするっていう形に修正ができるようになります。そこを少し、またですね、と、プログラム表示、ちょっと変えるという形を次回やってみたいと思います。はい、今日もやっぱり20分喋ってしまいました。と、まあ、15分ぐらいになるように、と、圧縮バージョンで保存して、2つ上げるのがいいんですかね、こののんびり聞いてもらうのがいいのか。ちょっとこう再生時間を短くしてやるとなんか変な声になるんですよね、高い声の。
まあ、それで、まあ、見てもらう方がいいかもしれません。私、コンピューターで再生するときに、2倍速で再生してくださいって言いましたが、あれどうもできるのはパソコン版だけのようで、スマートフォンで見てる人はどうもこう、なんていうんですかね、こう、時短再生がなかなかできないみたいなので、まあ、ちょっと15分超える場合は15分ぐらいに圧縮したバージョンと、まあのんびり20分で再生できるバージョンと2バージョンぐらいちょっと上げながらですね、まあ授業としては15分で終わりたいなと、授業といいますか一つの動画としては15分でも長い方かなと思うので、こんな形でやっていきたいと思います。今日もすごくいい天気で眩しいぐらいですね、と非常に直射日光が差し込んできました。まだ8時になってませんが、今日もいい一日になりますね。これじゃあ今日も一日楽しんでください。ご清聴ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。このマイクロビットを使ったプログラミングのチャンネルになります。小学校のプログラミング必修化を少しでも応援したいなということで始めています。